どうもこんにちはこんばんはチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一番です、えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思います、えー、そしてすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらご利用くださいはいそれでは本日朗読していくのは平林初之助作予信長所です えー、平林初之助はですね1892年生まれ1931年没の作家さんですでこの「余震長書」という作品はですね1926年に発表されまして、えー、平林初之助の創作探偵小説第1作にあたるそうです、えー、初めての作品ということですね でこの余震調書の余震っていう、えー、制度なんですけれども今はもう日本にない制度でして1880年にフランスの制度をもとにして、ね、作られたものだったそうですどういうものだったのかというと裁判を行う前にですねその後判を行うだけの証拠とか嫌疑があるかどうかっていうのを前もって調べるという制度だったそうです ただ1947年にです、ねえー、廃止となっている制度です今はもうない制度を舞台にしたお話ですので、えー、あそういうことだったんだっていうことをイメージしながら聞いていただけると嬉しいです。それでは改めまして本日朗読していくのは平林初之助作信ですそれでは本編をどうぞ 平林初之助余信調書1あなたのご心配もよくお察ししますが私の立場も少しは考えていただかないと困ります何しろ規則は規則ですから余震中にご子息に面会をお許しするわけにも行きませんし 余震の内容を申し上げることも絶対にできないのですからねこんなことは私が申し上げるまでもなく十分お分かりになっているでしょうが篠崎予震判事は裁判官に特有の冷ややかな調子でここまで言ってちょっと言葉を切ってそっぽを向きながら敷島に火をつけた。 判事の表情が今日は常よりも余計に冷ややかによそよそしくまるで敵意を帯びているようにさえ見えるので客はなんとなく底気味が悪いらしいそれはもうよく分かっておるのですがどうもせがれのやつがかわいそうでしてねあれは。 本当に近頃頭をどうかしているのですからついつまらんことを口しって取り返しのつかんようなことになっては大変だとそれが心配になるものですからこうして毎日のようにうるさくお邪魔に上がるような次第で県議が晴れて出てきたらまあ当分海岸へでも展示さして ゆっっくりたののようをさせようと,思っとるのです。どうも時々妙な発作を原田老教授の言葉を中途で遮ってたしなめるようにそれでいて厳然たる命令的な誤張で言ったそんなことはおっしゃらん方がよいと思いますねご子息の体のことは専門の医者に診察させて ちゃんとかかっているのですからあなたが余計なことをおっしゃるとかえってご子息のために不利益になりますよ老教授の立場はダメと知りつつワラスベにでもすがりつこうとする溺れる者の,の立場であるで医者は何と申しましたかやっぱりせがれを精神病と鑑定したんでしょうな おずおずと彼は相手の顔を覗き込んだ今も申し上げたようにそういう立ち入ったご質問は私の立場として誠に困るので本来からというと何もお答えするわけにはいかないのですがちょうど今日は先ほど予診調書を発表したところですからそれも今晩の夕刊には乗るでしょうしたびたびご足労をかけたことでもありますから 今日はまあ内密で何な,なりとご質問にお答えすることにしましょうでご子息の精神状態のことですが何少し興奮していなさるというだけで別に異常はないという専門家の鑑定です判事はちらりと相手の顔を見た老教授の顔は土のようになって 目はもう一つところを見る力がなくまるで瞳から亡者のように浮かび出しているただ碁がこう思う一心だけが彼の体を椅子に支えやっと相手の話を聞き自分でも口を開くだけの余力を残しているのだでせがれは。 あの途方もない自首を取り消したでしょうなまるで根も葉もない身も知らぬ他人を殺したなどというとんでもない自首をもっともあんな馬鹿げた陳述を信じる人は一人もないではありましょうが老教授は無知な百姓が神棚に向かって物を祈願する時のような口ぶりでこう尋ねた。 いや、決して取り消されんのみか、何度繰り返して尋ねても、ご子息の答えは半で押したように同じなのです。信じるも信ぜぬもない、ご子息の陳述が事実であることは、疑いの余地がないのです。篠崎義信判事の口元に漂うている微笑は、慈愛に満ちた医者の微笑みとも取れれば、独いに満ちた。 残忍な霊障ともとれる老教授は冷たくなった紅茶をぐっと飲み干したそれが幾分でも興奮した心を落ち着けてくれる足しにでもなるかのようにではあなた方は狂人の言葉をそのままお取り立てになるのですね事実の証拠よりも 取り留めもない巨じんの言葉の方をおもんじなさるのですね。私は正義のために忠告します。裁判所がありもしない証拠を捏造するようなことは、まあ、お控えになった方がよいでしょう。これはしたり、ご子息は今も申し上げたように、全く精神に異常などは認められません。それに、 裁判所は決して証拠の捏造などはしません物的証拠と被告の陳述等を照らし合わせてこの2つが合致した時に犯人を決定するのですしかしこの2つが合致しているのに被告の精神状態を疑ったりしていた日には裁判はできませんからねでも今度の事件はもともと過失ですから ご子息の罪は大したこともなかろうと私は考えるのですが検事の方ではこの事件を過失と認めておらんようでもありそれに検事の言い分にも聞いてみれば一応道理があるのでしてねではせがれが故意に大それた殺人を犯したとでも言うのですね過失でさえもないというのですね それでせがれの陳述と物的証拠とやらがぴったり合致しているというのですかそういうはずはありますまい老教授の切除菌はピリピリと先導し青ざめた顔にはさっと血の色が昇ったそれも無理もない息子の生死の分かれ目なのだまあ落ち着いてください 今も申し上げたように私は過失であると固く信じているのですけれどもあなたがご子息の陳述と物的証拠とが合致しておるはずがないとおっしゃるのも妙ですねあの日はあなたは早くから大学の方へ出ておられて死体が発見されたのはその後の出来事ですから現場もご覧になっておらずご子息の陳述をお聞きになったわけでもないあなたが はずがないなどとおっしゃるのは少しお言葉がすぎはしませんか判事の論理整然たる反発において教授は全く取りつく島を失った額には油汗が一面ににじんでいるやっとのことでどもりどもり彼は言い繕ったそれはその。 せががれは気が変ですから、まさか反強人の言うことが事実に合っているとは思われませんのでところがご子息の陳述は事実とぴったり合っているのですただほんの一箇所事実と合わんところがあるのでしてねそれさえ分かっておればこの事件はもう明瞭でご子息の犯罪は過失罪ということに決まるのですがたった た箇所曖昧なところがあるために「暴殺ではないか」という疑いの余地が生じてくるのですもっとも繰り返して申し上げますが私はそんなことは信じませんただ検事は深くそう信じ込んでいるようですしことによると裁判長も検事の言葉を信ずるだろうと思われるのです何しろ妙な具合になっているものですからねえ 余判事はじろりと氷のような視線を老教授に送った老教授の反白のあごひげが細かく震えているのは五尺も離れている判事の目にもはっきり分かったその曖昧な点というのはどういう点ですか実に妙な話でしてねと篠崎判事は 二本目のしに火をつけてから語り出した。口元にはやはり何とも意味の分かりかねる微笑が消えたり浮かんだりしている彼は話の要所要所に力点をつけてその度に例の裁判官に特有の相手の身体を凍らせるような視線を聞き手の顔へ投げるのであった。 老教授は船酔いをした人が下腹に力を入れて一生懸命に抵抗しようとすればするほど酔いが募ってくるときのように心の平静を失うまいとしてとりわけ気の弱い彼の持病である脳貧血にかかって倒れるような失態を演じまいとして肩を晴らし固唾をのみ両手の指を握りしめて聞いているのであったが 余震判事のカミソリのような視線に触れるとこういう姿勢はひとたまりもなくくじけてしまうのであったあなたもご承知の現場で行印された第一の県議者ですねあれは林という男ですがねこの男の申し立てとご子息の申し立てとが不思議に食い違っているところがあるのです林の申し立てによると 彼はあの朝殺人の行われた空き家あなたのお宅の隣にあるあなたの持ち家ですねその空き家に貸し屋札が貼ってあるのを見て一応中を見せていただきたいとお宅の裏口に洗濯をしていた女中さんに言ったのだそうですすると女中さんは「玄関の戸は情が下りていないから随意に入ってごらんなさい」と言ったのですね なんでもこの林という男はその前の日の夕方にもその家を見に来たのだそうですが薄暗くてよく分からなかったのであくる日に改めて見に来たのだというのです中へ入って座敷の間取りや日当たりの具合や便所や風呂場のあり場所などを調べてから台所へ入ってみるといたの間に。 あの女の死体がうつぶしになっていて全身に打撲症を負い特に後頭部をひどく打ったものと見えて髪が血で固まっており背中には新しい鋭利なナイフが突き刺してあったというのですこのものすごいありさまを見て取りのぼせたんでしょうな林はこのまま出たら てっきり自分に権威がかか何と,とかして少しでも死体の発見を遅らせる必要があると思いその死体を台所の床下へ隠そうとしたというのですその時にちょうどお宅の女中さんの足音が聞こえたので慌てて飛び出してきたのだそうです死体を検査した医師の申し立てによると死体は 絶命後すでに12時間以上を経過しているというのですから林という男がその場で凶行を演じたのではないということは明瞭になったわけですそれから医者の言葉によると致命傷は後頭部の打撲傷でナイフはよほど後から死体に刺したものらしいということです彼はちょっと言葉を切った夕日が。 カーテンの隙間から宝石のように漏れこぼれている。もっともこれで林の嫌疑がすっかり晴れたとは言えないのです。なぜかというと、彼は前の日の夕方にも1度その家を見に来たというのですから。ことによるとその時に教皇を演じてあくる日になってから気がきでないので、教皇の現場を偵察に来たのではないか。 とも疑えるのですこの種類の犯罪にはこういうことはありえることですからないやありえるというよりもむしろありががちなことと言った方が良いかもしれませんドストエフスキーの罪と罰の主人公にしてもゴリキーの3人の主人公にしても殺人を犯した後でわざわざ現場へ見に来ているじゃありませんか。 窓から差し込む夕日は室内の光景に一種の真剣な趣を添えている原田教授は我が子の生殺与奪の剣を握っている余震判事の口から出る一語一語にハラハラしながら聞き入っていた判事は相変わらず化石のような調子で話し続ける その落ち着いた調子が聞き手の心をますます苛立たせるものであるところがこの事件が翌日の新聞で発表されるとご承知の通りご子息があの女を殺したのは自分だと言って自首してこられたのですそこで林の方は嫌疑は全く晴れたわけです何しろ 林に対する唯一の権疑は前の日の夕方教行の現場へ来たことがあるということだけなのですからねえ嫌疑の理由がまことに薄弱なので実はこちらでも持て余していたところへ折も折ちょうどご子息が自首されたというわけです何でもご子息はあの家が空いていたから毎晩習熟前に寝つきをよくするために 空き家の中へ入って体操をしておられたということでその晩も9時ごろ玄関の戸を開けて入ろうとするとどうしたものか情も降りていないのになかなか戸が開かないやっと金剛力を出して開けるとそのとたんに戸の内側でひどい物音がしてびっくりしたということです中へ入ってみると 玄関の壁際に持たせてあった鉄の古しんだが戸を開ける拍子に倒れたための物音だったというのですね薄暗い見当の光で透かしてみるとなんだかその下に黒いものが押しつぶされているようなので寝台を持ち上げてみるとその下に あの女ののの死体が横たたわっていたといとうのですあの太い鉄の枠で頭から胸部をめちゃめちゃに打たれてキャットもすんとも言わずに即死してしまったらしいのですこれは大変なことをしたと思ったがそれでもまさか即死したなどとは思わないものですから急いで抱き起こそうとすると体はもう氷のように冷たく硬くなって。 たくこときれていたということです。そこでご子息は取りのぼせてしまって前後のわきまえもなく慌てて外へ飛び出したのだそうですが過失とは言いながら一人の人間を殺した以上は無事では済むまいそれに人が聞いて果たして過失と信じてくれるかどうかもわからぬこれは何も知らぬ顔をしているに限ると考えて 死体はそのままにしておいて音のしないようにそっと戸を閉め何食わぬ顔をして家へ帰って寝たというのです人間というものはこうした場合には得て常識では考えられぬようなことをするものです明くる朝林が空き家を見に来て自分が誤って殺した女の死体が発見された時には ご子息も怪しまれてはならぬと思って現場へ行ってみたということですところがその日の夕刊でその事件が報道され婿の林が有力な権利者として降印されたという記事を見るといても立ってもいられなくなって自首したのだというのですご子息の自首の内容はざっと今申し上げたとおりなのですがどうですね この辻褄のあった陳述にご子息の精神の異常が認められるでしょうか話しても聞きてもハンカチを取り出して額の汗を拭いたこれで大体お分かりになったと思いますがと判事は再び語りだした林の陳述によると死体は台所にうつ伏しになっていて 背部ににナイフが突き刺しし、ててあっったことになっていますし実際現場捜査の結果は林の陳述と一致しているのですがご子息は死体を玄関に捨てたまま慌てて外へ飛び出したとおっしゃるのですそれだけならよいが近頃になってからそれもあまりはっきり覚えておらぬことによるとあの時夢中で自分が死体を台所まで引きずっていったのかもしれない と言われるのです。しかも現場を調べてみると明らかに玄関の3畳から6畳の居間を通って台所へ死体を引きずっていった形跡があるのですその上まあどうでしょう死体を引きずった跡が丁寧に雑巾か何かで拭いてあったのですああいう際には 無意識でこういう用心深いことをやるのですねよくある例ですしかしそれが事実だとするとご子息の立場はよほど不利になってきますね判事はちょっと言葉を切った彼は自分の口から出る一語一が、聞き手の心臓へ 飲みを打ち込むほどの苦痛を与えていることなどにはまるで気がついていないらしいあるいは気がついていてわざと相手を苦しまして楽しんでいるようにもとれるそういうわけで何しろ肝心のところでご子息の申し立てがあいまいになっておるのでどうにも困るのです私は何べんも申し上げたように 過失であることを疑いませんが、申し立てに曖昧な部分があるようでは、世間が承知しません。検事は、ちょうど扉を開けるときに寝台が倒れて、その下にちょうど被害者が立っていて、しかも倒れた寝台の枠が、被害者の急所へぶっつかるというようなことは、とてもこしらえごととしか考えられんというのです。実際、偶然というものは、 人間の考えも及ばないような場合を作り出すこともたまにはありますがああいうあつらえ向きな話を裁判長に信じさせるということはまずよほど困難だと見なければなりませんからねもし篠崎判事の目的が原田教授を苦しめて苦しめ抜くことにありとすれば彼の目的は完全に達せられたと言ってもよい。 なぜかなら老教授はただ体の中心を取って倒れずにいるのがもうせいぜいのように見えるからであるけれども判事の目的は相手を苦しめ抜くよりも以上であるらしい少なくも老教授にはそうとより取れなかった瀕死の病人は死期が迫るにつれて回復の見込みを医師に頻繁に尋ねるものである そういうい場合に老練な医師は患者を絶望させるようなことは決して言わないものであるところが篠崎判事は病人が息を引き取るまで病人に恐怖を与え続ける無慈悲な医者と同じようであった「せがれは無罪にならんでしょうか」かのような細い教授の声に対して判事は答えた。 無罪どころではありません。過失罪として上場を酌量されるかどうかも今となっては疑問でことによると「暴殺」と認定されるかもしれないのですそんなことがそんな無法なでは林という男の方はどうなるのです教授の声は声というよりも むしろ悲鳴であるあの方はもう問題ではないのです最初から嫌疑の理由が薄弱だったのがご子息の自主によってすっかり消滅したのですからもうすでに予心免訴と決定して今度の裁判には被告としてではなく証人として法廷へ出ることになっているのですではもうせがれを助ける手立てはないものでしょうか なないいこともないかもかしれません。が何しろこの上ぐずぐずしていては大変なことになるかもしれませんご子息は昨日今日は審問するたびに前の証言を取り消したりことによると自分が故意に殺したのかもしれないなどと聞いている私さえもヒヤヒヤするようなことを口走られるのですどうやらあなたがおっしゃったように 本当に精神に異常をきたされたらしいのですそうしますと一時精神病院で療養させて改めて審問をし直さねばならぬかとも考えておるのですそそんなそんなひどいことが精神病院なんてあの恐ろしい狂人と一緒にいいえ は教授の体の中にはまだこれだけ興奮する力が残っているのが不思議であるこの時玄関でベルの音がした判事は女中の取り次ぐのも待たずに席を立って教授にちょっと断って部屋を出て行き玄関で何やら小声で話していたが すぐに引き返してきて語り続けた「これはまた意外なことを承るものですなあご子息の精神に異常があるということは最初あなたがおっしゃったではありませんか?」哀れな老人は一言もなくうなだれている「牢獄か天教院か」「どのみち我が子は助からないのだ」 彼の頭には陰惨な人生の両極がまざまざと描かれた暗い考えが夜のように彼の心を閉ざしてくる彼は恐る恐る口を開いてまるで腫れ物にでも触るように最後の質問をしたではもう一つだけお尋ねしますがせがれは どのくらいの罪になるのでしょう判事はネズミを生け取った猫がそれを味わう前に十分もてあそぶ時のようにゆっくりと落ち着き払ってまるでひとごとのように語った「そうですな過失罪になれば大したこともありますまいが謀殺となると」 まあその方が可能性が大きいと見なければなりませんからねぇ。殺となるとまず久部通り死刑ですかね。判事と原田教授は突然バネのように立ち上がって叫んだ三。 判事は多少の注意力を表に表して膝を進めた老教授の一時の興奮はしかし「判事」と叫んだちごのためにすっかり消えてしまったものと見えてまたもやナッパのようにしおれてしまった判事もう何もかも白状してしまいます私はまあなんという人間でしょう この年をして人にものを教える身でありながら人もあろうに自分の最愛の子供に罪を着せて今まで知らばっくれているなんて私です私があの女を殺したのですあの女を誤って殺したのは私ですすぐにせがれを放免して代わりに私を縛ってください 判事どんなに法律ばかり詰め込まれた頭だってこのような劇的な告白を聞いて平気でおられるはずはないと思われるが篠崎義心判事は少しも驚いた様子も感動した様子もないまるでちゃんと予期していたような顔つきであるでは 玄関で殺した死体がどうして台所にうつ伏しになってしかも背中にナイフが刺してあったのですかね林の陳述には間違いはありますまいが原田教授はもうすっかり落ち着いて語りだした口元にはずるそうな微笑さえ浮かんでいるその男の陳述は正確です 私が反責をくらますために死体を台所へ引きずっていったのです。そうしておけば誰か家を見に来る人があるに決まっているからその人に嫌疑がかかると浅はかな考えを起こしましてね。死体は硬くなっていたので玄関から座敷へあげるのによほど骨が折れました。 それに石のように冷たくなっていたので君の悪いことったらありませんでしたお察しのとおり死体を引きずってゆく時畳の上へ血の跡がついたものですから家へ引き返して雑巾を取ってきてすっかり血を拭き取ったつもりだったのですが隣県の警官に発見されたのは天罰です 血の跡を拭き取ってもまだ安心ができませんので、それから私は近所の金物屋からナイフを一丁買ってきて、それを死体の背中へ突き刺して、他殺と見せかけようと思ったのです。その時ばかりは、さすがの私も手が震えて、後から考えると、 よくうまい具合にナイフが突き刺せたものだと不思議に思っているくらいです。玄関で殺した死体が台所へ行っているわけはそのためです。せがれは私が玄関で、過失であの女を殺すところまで見ていて、私の身代わりになってくれたものに相違ありません。ですから、 そのあとのことは何も知らないのです。私の申し上げたことをお疑いになるのなら、私の家の裏庭の一ちの根元を掘ってごらんなさい。血を吹いた雑巾が埋めてあるはずです。それから金物屋を呼んできてください。浅さ屋という家です。きっとあのナイフをあの晩私に売ったことをまだ覚えているでしょう。 もうこのほかに申し上げることはありませんどうぞすぐにせがれを放免して私をしまってくださいもう金物屋を呼ぶ必要はありませんその金物屋は確かにあなたにあの晩あのナイフを売ったと言っておるのです今にここへ来るはずですさっき玄関でベルが鳴ったでしょう あの時刑事が金物屋の報告を伝えてきたのですその時事によるとあなたが自白されない場合にはやむをえんから顔をつきあわせるつもりで呼びにやったのです何もかも観念した人間には苦しみもなければ悩みもない原田教授は落ち着いていったこう分かった以上は 早速せがれは放免してくださるでしょうなご子息はもう既に余震免疎ということに決まっておるのです林が免疎になったと言ったのは実は嘘で免疎になったのはご子息のことなのです教授の顔には心からの安心の色が浮かんだ判事はさらに穏やかに言葉を続けた ついでにすっかり白状してくださらんですか何もかも教授はぎっくりとした白状ですってこの上にではこれだけ申し上げてもまだせがれに対する疑いは晴れんのですか早く私をしまってください判事はしばらく腕を組んで考えていたがやがてまた口を開いた どうしてもこれ以上打ち明けてくださらんなら仕方がありませんでは今おっしゃったことを玄関の死体を台所へ運んで行ってナイフを突き刺されたまでのところをご面倒ですがもう一度繰り返しておっしゃってくださいちょっと書き取らせますから教授は判事の質問のままに前の口述を繰り返した秘書がそれを筆記した 筆記が済むとまた秘書は出ていったいやどうもごめんどうでしたこれでやっとこの事件の予診調書がすっかり出来上がりました「せがれの嫌疑はすっかり晴れたでしょうな」教授の気にかかるのはこの一点だけとなったこの事件では、 最初からご子息の有罪を疑っている人間が2人あったので意外に調べが長引いたわけですと判事は砕けた調子で語り出したその一人はご子息自身でもう一人はご子息の父親のあなたですそれ未だにあなたはご子息を疑っていなさる証拠に私の言うことを聞いて驚いていなさる あなたはあの事件の犯人がご子息だと思い込んで死体を他の場所へ移したり死体にナイフを突き刺そうとしたりしてそれでご子息の陳述と現場の証拠とをちぐはぐにしてご子息が精神に異常を呈しているという証拠を作り出そうとしなさったのですところがご子息がどの道無罪になりそうもないと見てとって今日は ととうとう自分が犯人だというような大胆な自白をなさったのです私にも子供がありますあなたの親としてのお心持ちはよくわかります子供のためには親はどんなバカなことでもするものです判事の目にも教授の目にも涙が浮かんだそれにこの事件は最初からわかりきっていたのです第1 私には物理学はわかりませんが経験から考えてもあの寝台の倒れる力ぐらいで人間は死ぬものではありません。いわんや立っている人間がうんともすんとも言わずに即死するわけは絶対にありません。それにご子息の陳述を聞くと死体は固くなっており氷のように冷たかったということですが。 即死した人間の死体がすぐに冷たく硬くなっているというようなことは、取りのぼせたご子息をだますことはできても、裁判官をだますにはあまりに子供じみています。しかもその上に、寝台ととの格子とに妙な糸がくっついており、おまけに寝台にはあなたとご子息と以外に、もう一人の男の指紋がベタベタついているのです。それは、 ののの指紋です犯人の指紋紋ででですすす犯犯人人もちろん犯人は林なのです彼は前の晩にちょうど死体の発見された台所で教行を演じて嫌疑をそらすために死体を玄関に持って行き玄関の戸を開けると玄関の壁に持たせてある寝台が倒れるように寝台と戸とを糸で結びつけ 女が偶然その下になって死んだように見せかけようとしたのですそのあとでご子息が玄関の戸を開けられたのでああいうことになりそれをまたあなたが知って死体を台所へ連れてゆくというようなことになったのですそうとは知らず小細工を弄して何とも恐縮に耐えません。 教授は不思議な物語に驚きながら恐縮していったところがあなたの小細工が犯人の自白を早めたのですというのはどういう偶然か天罰かちょうど林があの女をステッキで殴り殺した場所へ寸分たがわずあなたが死体をその時とそっくりの姿勢で置かれたのです そのためにあくる日のそのそ強行をやった現場へ出かけてくるほど大胆な林もその死体の移動を見て転倒せんばかりにびっくりして恐ろしくなって床下へ隠そうとしたのだそうですそれからあなたはナイフを刺す時に手が震えてうまく刺せたのが今から思うと不思議だとおっしゃったがあれは刺せていないで。 たただ、死体の横に落ちていたといととうことです。林がそれを拾い上げてあまりの恐ろしさに背中へ突き刺したのだということですあまりの意外な話に聞き手は無言でほっと吐息した話してもちょっと言葉を切ったがさらにまた語り続けた林はすっかり白状しました 殺されれた女の身元も知れています。けれども林のことはあなたには別段関係がないから申し上げますまいただ最後にお詫びしなければならんのは今日あなたを散々苦しめたことですご子息の有罪を信じきっていなさるあなたにとても正面から自白させることはできないと考えましたのであなたを苦しめて苦しめて。 自分が犯人だと偽りの白状をしていただきそれをきっかけに玄関の死体が台所へ舞い戻った次第を当事者自身のあなたの口から白状していただこうと思ったのですその点だけがはっきりしないためにこの事件の予震調書が今まで出来上がらなかったようなわけですもちろん今日調書を発表したというのは嘘であれは 私の言うことをあなたに信じていただくための手段だったのです酔い闇の迫った室内にパッと百色の伝統がついて逆と主人との顔が急に明るく浮かび上がったそして二人の心は顔よりももっと明るかったのである